自分でおしっこね、トイレにしに行ったり、ベッドなくしてからできるようになったんだよね。ベッドってまだ子供のうちいらないのかな、そう考えたら。ベッドって、で、あとアマゾンのさ、くせえマジで、アマゾンのなんていうの、おしっこシート、アマゾンのおしっこシートマジで臭いんだけど、安いからかな。これ名もないこのシート、これちょっと一回試そうと思って試したら、これ臭いくなる、マジで。おしっこが、これ全然匂わないんだよ、これ。黒い子は匂いきついんだよ。そういうことね。新居料理配信も見たい。あのね、卵を買い忘れ、卵と、今日ハンバーグしようと思ったんだよ。ハンバーグ配信。ハンバーグ料理配信しようと思ったら、卵とパン粉忘れちゃった。買ってくるの。パン粉と。うち今日ハンバーグ、美味しいよね、ハンバーグ。マヨでいい？ほら。ちょっとずつなんか変化があるんだよ。なんか、ちょっとね、なんか、大人になったかな、みたいな。ね、ちょっとまた鼻伸びたよね、あんた。なんか鼻伸びたような気がするんだよね。あ、もらって今日飲んでる。もらったもらった。なんかさ、何、下敷きになりたいのかな。なんかね、なんか座るとき下に、なんかほんとケツのとこに入ってくんだよ、この子。これです。これマジでみんな、胃がさ、しんどいとか、胃がモヤモヤするとか、なんか胃酸が上がってくるっていう感じの人、これ飲みな。マジこれ一錠飲むだけで治る。いない？なんかそう、食べて、寝て、胃が悪くなっちゃってる人。私も飲んでる？これ、食べて寝ちゃって、しんどいみたいな。痩せてない？痩せてなんかな、俺。これ、薬、この竹キャブっていう、逆流性食道炎の時に処方される。いや、市販じゃないね。これ、でもね、市販薬より安いよ。2000円これね、いくらだと思う？だって。これ。超安いよ、これ。1000円とかだよ、これ。1000円。1100円で、2週間分もらえるんだよ。1100円で2週間分。あ、市販薬より安いからね。市販薬ってさ、効かないけど、そんぐらいするじゃん。ねえ、おでまる。病院にかかるの面倒。え、病院、俺病院3分で終わった、今日。人がいなくて。あんま人がいない病院で3分で終わった、俺。病院に、まあ3割負担だからね。1錠でここまでね、昨日さ、なんかね、もちろん食べ過ぎと、食べてすぐに横になっちゃうっていうのが原因で、逆流性食道炎になるんだよ。あともう一つ、配信者はよくなるんだよ、逆流性食道炎に。なんでかっていうと、ご飯食べた後喋るでしょ、胃酸が上がるんだよ。で、胃酸が上がっちゃって、
ここやっちゃうんだよ。お出前さん、ちょっと。そう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 。なになになに、ノー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 、すごい、なんかキスしたがるよね、顔を舐めたがる、臭くちゃ、これ薬流性食道炎の人、ちょっとでもなんかこの辺り、この辺りとかなんか胃が痛いって思う人はこれ飲んだら治ります、マジで。これみんなね、騙されたと思って2週間分多分1100円で処方されるから、これね合計まあ2000、病院の診察受けて2000円ぐらいかかるんだけど、病院の診察代とか込みでね2000円ぐらいかかるんだけど、これマジでこれ1錠で治る、まずで、これ2週間飲み続けると 100% 治る、で食べた後すぐ寝ても全然大丈夫、マジで効くよ。痛い、胃が痛いって言えばもらえるんか、もうもらえるもらえる、あと なんていうの、胃酸が上がってくるような感じがしますって、ガス、あのね、これ、ガスター10よりも強力なんじゃない？これ。さっきやってる。ガスター10で治らなかったんだから、俺。大ギャップ。くせえわ、これ。こいつ、このペットシート、マジで。うわお、20倍です。こんばんは、おでまる、かわいいです。ありがとうございます。今日も可愛いって、まーさんありがとうございます。え、やられない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 、全然。あの、ちゃんと症状言えばいい。胃酸が、なんかね、ここら辺が冷たいみたいな。それって胃酸が上がってる証拠なんだけど。旦那が飲んで逆流治しました。これに、マジで1錠で楽になる。なんかあんたがね、おちっこをね、完璧にマスターしたらね、どこでもね、寝れるんだよ。で、一緒に寝たいんだけどね、本当は。先日間違えて買って投げるとこなくなって困ってました。あ、どんすからすかい。それ困ってる人多いよね。うん。なんかセットでついてくるんでしょ？セットで。とりあえずね、税金のやつ3分の1終わらせた。次3分の1明日やる。明日3分の1やるわ。税金、俺も。もう11月でしょう。ねえ。来月のね、20日までに終わらせなきゃいけない。来月の20日までに、税金、入力。まだ実家に連れてってないね。もうまだ、だって、あれだもん、3回目打ってないもん。実家に犬いるし。この高い、ね、5年前に買ったパーカーだけど。なんだよ、おでまる。ごめんね、おでまる。俺ね、ちょっとしばらくね、あのクレジットカード使えないんだよ、あの上限が来ちゃって、上限額超えちゃってね。かわいい、懐いてる。無申告の人って税金どうなるの？ね、見つからないか、額によっては見つかるけど、見つからないか
ったもん。逃げ切れる。で、ね、おてまるさん、ちょっとそれやるとね、あの、首が締まるんで、ここの。そこやると、こうやって引っ張られて、ここの首締まるのよ。やめて。うん。やめて。ほら。いざとしや、こいつ。いざとしや。そう、見つからないパターンもある。あの、額が小さすぎると。お前、いたずら覚えたな、ちょっと。癒されるわ。インチキだな、思うわ、逃げるやつ。大好きだね。今何時だっけ？今何時？でも赤ちゃんですから、この子。あ、ご飯あげないとね。おじまる。ご飯を、そろそろ。この子は生焼きにもね、お留守番できるよ。うん、お留守番できる。今日も1時間お留守番してもらったけど、今日も全然泣かない。あのペットカメラでずっと監視してたけど、うん、俺歩いてさ、ここら辺散歩してたんだけど、1時間ぐらい、うん、仙川まで歩いてって、で仙川からどこだっけ、ここの周りとか歩いてたの、ずっと。うん、今日一日。ちょっとね。久しぶりにね、ちょっと自分の時間を作りたいと思って。うん。買ったん？ねえ、家族になったね、おでまる。インターホンでは吠えないね、まだ。まだ吠えない。ピンポンピンポンってなるけどね。今んとこ吠えないね、確かに。うん。いつも来ても可愛くて癒される。だっておでまる。おでまるのファンも増やさないと。おでまる T シャツもなんとできますんで。なんと。来月の T シャツ、おでまる T シャツ限定20枚。作ろうかなと。なんだと？なんだと？おでまる T シャツ。もうすでにサンプルができてるんだよ。トイレは今んとこ100発100中。うん、今日一日。どうしたの？おでまる。ウレションずっと治らない。覚え、なんかさ、その、やっちゃいけないこと、やってほしくないことを、やってほしくないことを覚えさせるときってさ、やっぱ褒めるしかないよね。なんか、それやっちゃダメだと思ったら、怒るんじゃなくて褒める。うん、褒めるとか、なんか別、ね、なんて言うんだろう。ちゃんと正しいところでおしっこしてほしかったら、正しいところでね、おしっこしたらめちゃくちゃ褒めるとかさ。で、怒ったら怒ったら逆効果でさ、怖がるじゃん。うん、ね、トラウマになっちゃうんだよね、やっぱね。うん。ワンコってね。トリミングの送迎の人が来るとウレションしちゃうから、マナーウェア買ったわ。大変だよね、だからそういう部分ね。いやー、怖いね。ちょっとでも、あんた、ね、機嫌損ねるとね、怖いワンちゃんになっちゃうからね。あんたね、間違えたりした。そう、フルシカとか一番顔色見てるのワンコだよね、うん、そうそう、反応したら負けみたいな、うん、本当に嫌だったらもうフルシカとかますっていう。
ほら、こうやって飽きるんだよ。ずっと無視すると。でもまたやるでしょ。赤ちゃん、赤ちゃんね、あんた本当に。ワクチンさえ終わればペットホテル。ブラックイエローかなこの子。まあのね、白じゃん、ブラッククリームじゃないんだよね。ブラックターン1、あ、ブラックイエロー。あ、やば、ちょっとやばいかも今の。お疲れ様です。お疲れ様です。ぴょんぴょんするんじゃ、いつも。パパ臭いです。あまりね、ちょっとね、この場から離れさすと、頑張ってトイレするために帰るんだけど、耐えられなくなっておしっこするんだよ。うん、昨日がそうだったけど、耐えられなくなって帰るんだけど、頑張って耐えられなくなって、もうそのゲージの前でおしっこするっていう。頑張って帰っても、なんだよあんた、これが、え、あと一本のところでおしっこ漏らしちゃうね。ちょっ、ダメだ、お前ダメ。トイレ交換です。稼ぐと稼ぎ続けないといけないから。まあね、うん、やんちゃ坊主になっていけなかった。落ちてるものが怖いもんね。よいしょ。落ちてる、なんかゴミも落としてる、怖いの。すごい、でもここのね、前足のね、太いんだね、もうすごい太い、もう前足のなんていうの、骨がダックスってめっちゃ、チワワみたいに折れないんじゃないかなと思うけどね、こんだけ太かったら骨太。嫌がる。こうやって最近ヘルニアになりやすいね。何やってたんだ、うんちゅう食べようとしないで、ほんとに。うんちをこれにね、つけていきます。ちょっと軽くつけていきます。いいですか、ちょっとちょそれを押し、入れてください。あんた、おはようございます。どいてください。これ、危ないよ。あんた、おい。この悪ガキ、本当に。この悪ガキ。危ない。なんで下、足の下に来るなんか、わざと。
ねえ、あんなんで足伸ばし下にわざとくんの。あ、そうだ、ご飯作んないとね。うん、ご飯作んないと。キャスニーおっさんって傘配信者知ってる？なんか、え、よっさん今何やってんの？なんでよっさんもうウワッチやんなくなったの？ね。ね、よっさん、謎すぎない？今日は平板リーチだから、あの、なんかやってんのかな、今。予算すごいよね、もう目つけられまくってるよね、上にね。みんながわかるぐらいもう目つけられまくってるよね。ちょっとなんかやっただけでさ、マジでバーンになるじゃん。ほんとね、1週間、1ヶ月、マジで普通にバーンになるじゃん、予算。え、そんなことでバンなんのみたいな。よし、じゃあご飯を作る時間にしましょう。ちょっと待って。あ、そうだ。充電がもうないんだ。クレーナー豚飾ったよ。クレーナー豚。ここに、うん、ここに飾った。ゴゼマルのこと信用しよう。おしっこしないだろうと、うん、おしっこはしないだろうとちょっと信用しましょう。キャスもこれからも A 番車声も映るな。ダメ、え、キャスもこれからは A 番車は声も映るなもダメになるって、え、そんな通知来たの？通知来てないでしょ、ってそんな、うん、全然それやんないと思うけどね、普通に。今までやってこなかったし、やんないんじゃね、そんな。あれ、ないんだけど。いいうち、ありがとう。もう、おでまる下、足の下に、さっき香川区で言ってた？へぇー。あ、そう。ならないと思うけど。絶対。絶対ならないと思うけど。100% 言い切れるね。それは絶対ありえないね。通知だって見せてないでしょ。誰か来てんだけど。あ、すいません。お取り込み中でしたか？え、全然お取り込み中じゃないですね。あ、大丈夫ですか。あの、ちょっと、はい。はい、番長出られてるのプラプラ、多分中村くんだけなんですよ。わかんないですけど。にゃむちゃんと中村くんだけなんですよね、多分。はいはいはい。なんでちょっと一戦いいですか。あ、そういうこと。あ、で、勝ち。ちょっと待ってね。はい、待ちます。アレクサ、音楽止めて。ちょっと待ってね。あ、そっか。俺しかいないから、プラプラに、条件クリアするために俺を倒さなきゃいけないのか。あ、条件もクリアしたんですけど。クリアしたの？あ、クリアしたんですけど、うん、普通にプラチナプラスの方とまだ、一戦、誰とも交えてないんで。はい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 。ちょっと挑戦しに来ました。あー、なるほどっすね。みんな倒せる、はい、これ。この人。ちょっと挑戦しに来ました。プラチナが。はい。ひなたちゃん、あれでしょ、まあ、言葉に出すと、忍法さんとなんかいろいろあった人だよね、確かね。ああ、まあ、それでちょっと知名度上がっ、若干上がったのはありますね、確かに。5月ぐらいですね。なるほどね。
ちょっと待って、全然今、はい、ワンコのちょっとご飯を作らなきゃいけないからちょっと待ってくれ。ああ、全然すぐ作っちゃうから。みんなあのちょっと拳ちょっと待って、まだ投げたか、ちょっとありがた拳。ちょっとみんなステイ、ちょっとまだ投げたか。ちょっと待ってな、バトル始まる。ちょっと待って、あんたそこで。やべ、ちょっと待って。よし。かわいいってみんなが言ってる。あ、ほんまですか、ありがとうございます。うん、今どんぐらいなの？ランク的には。どんぐらいなんですか？ランク？うん。ランクってあの、あのプラチナプラスとか。ああ、プラチナです、私。おお、はい。忍法さんより全然上じゃん。いや、でも忍法くんもともとプラプラでしたよね。もともとはね。もともとは。話題性が上がったらね、上がるよ、みんなプラプラ。でも話題性がな今ないのにプラ、あのプラチナになってるのはやっぱすごいよ。今ね。いや、まあ、コツコツみんなで頑張ってますのが、本当にリスナーさんのおかげで。うん、ですか、ちょっと待って、ね。私、爆投げ師さんとかがいないんですよ、あんまり。気まぐれの人いるんですけど、はいはいはい、なんかもう、本当に、投げる人数が多いのが、ちょっと私の強みっていうところであります。はいはいはい、あ、ちょっよし。OK です。お願いします。押していいですか？いいよ。みんな行くぞ！プラプラ、みんな、初めてのプラプラさんに挑みます。お願いします。ちょっと、拳とグローブから、皆さんお願いいたします。おじまる。お願いします。おじまる。ね、いちゃい中村くん、ちょっと閲覧高いか、ちょっと無料が。みんな拳グローブ、ちょっと拳頼む。グローブをね、拳グローブお願い。いけガン前パブロブナイス、くめちゃんありがとう。アキーソンナイス、中野も頑張れて、拳ちゃんもナイス、パーグローブナイス、オッケー、なんかありがとう。拳ね、前オッケー、グローブ10倍ありがとう。10倍ないし連続10倍ないし拳かわいいしワンちゃん好きなんであそうなのワンちゃん派です。ナイス、ネズミ5個4分ナイス、20個分ナイス、よしよしよし、勝てる勝てる、拳ナイス、拳ありがとう、ありがとう拳、まだいける、みんな拳いけるよ、パワーグローブ、そう拳いけるよ拳ナイス、パワーグローブ持ってる人本番お願いします、ちょっと来てる来てる、通りすがりの方とかいけ余ってたら5 拳お願いします、拳とパワーグローブ、後の中から中村君で、余裕ある方ちょっと番長いけるよ。ネズミお願いします。いけるよ、いけるよ。ふわちくナイス。メガホンナイス。10倍ナイス。拳ありがとう。拳ナイス。バンツナイス。おねまりゅー。バンツナイス。ありがとう、バンツありがとう。10倍拳ありがとう。ね、挨拶して。いいよ。うん。ありがとう、拳ありがとう。3個ナイス。いやー、これ勝ちたい。いけ。勝ちたいよ。プラッチ。倒そう。倒そう。いける。勝ちたい。ちょっと頼むみんな。拳ありがとう。3個ありがとう。みんな頼むで。拳ありがとう。ちょっとパワーグローブ持ってる人いないですか、ほんまに。いけるぜ。拳。拳ありがとう。めっちゃナイス。めっちゃ神々してる。ただいま。あ、いらっしゃい。パンコありがとう。特命ちゃんありがとう。みんな、パワーブローグちょうだい。グローブ。ナイス。あれ、グローブナイス。特命ちゃんありがとう。ナイス。ありがとう。拳ナイス。噛まれたい。ドンツクロスコイ。グローブ10個ナイス。噛んで。ありがとう、特命ちゃん。グローブ。噛んで、もうずっと噛んでくるもん。ありがとう、3個ナイス。3個ありがとう。よしよし、めでるか。ちょっと、めでよう。あと2分10秒。拳ナイス。中丸の彼女違うよ。なんかね、上がってきた。ちょっとあの、挑戦者です。こんばんは。よろしくね。いや絡んだ初めてですよね。そうなんじゃない？なんか忍法さんの時絡みに行こうとして、なんかその時に病んでて絡めなかった、確か。ひなたちゃんがその時病んでて誰も絡んでた。うん、何すか、全然覚えてない。何病んでたの私。うん、
よし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 。ちょっとみんな負けてる負けてる、ちょっと待って、みんな負けてる、やばいやばい。いけるぞいけるぞいけるぞ、このままいけるぞ、このままいけるぞ。これほぼ無料アイテムしか飲んないぞ、これグローブ無料、ほぼ無料アイテムで5900って、あ、飛べてないっす。グローブ持ってる人頼む、すごくない、ほぼ無料アイテムで5900まで来たんだけど。いや、あの倍も加算されるんで、これ。あ、そうなの。そうなんです。おでまる、あ、そちらね、3個ありがとう。ほら、おでま帰りなさい、あんた。もう、何やってんの、とりあえず大冒険しないの。ありがとう、勝たせてください。おでまるさん、大冒険始めてる。1分来た、1分来た、1分切りました。みんなちょっと大冒険始めてる、大冒険が。ちょっと、ちょっと、片足のみんなお願い。いますか、ちょっといける人。ちょっと、パークラ、おでまれ、ちょっと、待って。こぶし、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、ありがとう。ちょっと、何やんの ?35秒。パピーです。ありがとうございます。パピーです。30秒。おでまる、ちょっと行かないで。24、おでまる、そこ、あと20秒。おでまる、差し込みいけるか。ちょっとおでまる集中できないから、ちょっと帰ってきて。差し込みいける人お願いします。おでまる、グローブナイス、グローブありがとう、特命じゃない。19、8、7、6、あ、やばい、ありがとう、ナイス。5秒、4、じゃあ頼む、ちょっと2、1、よし、あ、最後、嘘、よし、ずるいて、ありがとう、マジ嘘、ずるいて、最後のそれは、ありがとう、よし、勝った、返してきて、勝った、おでまる勝った、差し込みうまい、ナイスナイス、特命ちゃんナイス、拳ありがとうね、ありがとう、拳ありがとう、勝った、うっしょ、嘘でしょ、最後のそれ、差し込み、やっぱ差し込み重要なんすよ、このイベント。差し込み、差し込みで結構決まります。ありがとうございます。じゃあ、あ、本当に、あの、ちょっとあのね、飯食いたか、食いたいみたいで、も暴れ回ってます、ちょっと。あ、すみません、あの、すみません、ワンちゃんはな、リスナー様、すみません、お邪魔しました。またよろしくね、またよろしくな、お邪魔しました、またよろしくなって、ひなたよろしくなって、ありがとう、かわいい、めっちゃかわいい、ありがとうございます、失礼します、ありがとうございました、はい、ちょ、おでま、おでまるさん、おでまる、おでまる、おでまる、もう10分経った？おでまる？おでまる？ダックス。おでまる？何やってんの、あんた。なんか食べようと必死だわ。10分経った、もう。まだ立ってない？でも確かにそんな可愛い動きしてたら腰悪くしそうだな、まあ確かにね、うん、知らないと。おでまる、おでまる、おいで、バトルの時にふやかし始めた。じゃあちょっと待ってね、ちょっと、あいつずっとあそこにいるわ。まだダメです。まだダメです。いや、こいつ、おやつ目的だ。冷蔵庫呼ぼう、なんで大丈夫？おでまるさん。噛みそうになったら俺が追いかけるから。おでまる、どこ行ってんの、あんた。この段差でいつもね、ゴーンとなるんだよ。おでまる、それ噛まないで、おいで。抑え込むのが、
公演の時ほんとピョンピョン動くよ。待て待てよ、待て覚えさせるか。ちょっと心臓バクバクしてるもんだって。ちっこいどんつく、4個、4個どんつく。ちょっと待ってなんでよ、やだ、まあ、あんた暴れるもんだって。あんた心臓バクバクしてるじゃん、だって幼稚園はいいかもしんないけど、まあでも何、待ちなさい、あんた。なんだよ、暴れ馬になってる。でもね、すごい匂い嗅いでる。危ないからね。あ、前が LINE した？あ、14日？え、前今配信やってんの？あと2分。もうあと2分だって。ちょっと待って。あと今日水分全く飲まないから、水分多めね。14日空いてるよ。14日でしょ？予定ない。ちょっと待って、あんた腰は言いますから、あんた。おでまさん、いくよ。ちょ、おでまさん、なに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 、ちょ待って、分かったから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 、いい、もういいでしょ、みんな腰悪く、あ、暴れ、お、待て、一回お座りして、お座りして、お座りしてください、待ってください、待ってください、お座りしてください、待ってください、あげません、わがままは、わがままはあげません、お座りは、お座りは、待て、待てよ、待てよ、お座りは、お座りは、お座り、待て、はい、なんかさ、あれらしいよね、3ヶ月なんでしょ、ほんと。お座りするの3ヶ月からって聞いたけどね。ヘルニアだったらね、確かに。でもさ、すげえ、もう水分なくなった。耳持つ気持ち、わかります。長いんだよ、この子の耳。違う、臭くなるんだよ、耳が。この耳の先端がね、もう臭く、めっちゃ臭くなるんだよ。噛んでる？全然嫌がらない。もう、それよりも飯食ってる方が一番好きだからね。めっちゃそう汚れるんだよ。スヌード、違う、クレジットカードが使えないんだよ、今、俺。上限突破してる、今。150万。引っ越し代と、パソコン代と、iPhone 代と、iPhone、パソコン、犬用品、あと、引っ越しの初期費用、引っ越し、全部合わさって消し飛んだ。ちょうど全部重なった。ゆっくり食べるでしょ、ゆっくり。この子偉いんだよ。あ、14日遊びに行くって、遊びに来るって、まゆが、まる、とりあえず 30g だね。
ゆっくり食べます。うめえか、まうめえか、ロイヤルカナンは確かに俺も美味しいって思ったもん、うん、ロイヤルカナン俺も食べたんだよ、ロイヤルカナン軽く一粒だけだけど、私のアマゾンで買って送り先中村の家にしてるわ。あーあー気をつけて、間違って本当に自分のプライベートのものまで送ってくる人いるから、時たま。うち成犬で 30g だけどパピーと一緒じゃん、なんでだろうね。1日 30g なんか2回って言われた。でも確かにうんちもねちょうどいいんだよ。味見する？完食でございます。おだまるさん完食でございます。今日も元気に。で、成犬だと 40g なんだって。え？成犬だと 80g か。40、40。朝40。夜40。まあでもそれはトレーナーさんによるんじゃない？多いは80は？あの、俺髪に関われてるもんね。違う違う違う、15g、15g。ワンツ。ワンツ。ワンツ。あ、ワンツできたー！おでめる！できたできた！ワンツできた！ワンツできたねー、おでめる！おちっこしました。おでまるさん、自分で自ら帰って。おでまる、はい。2ヶ月のポーロ。おでまるさん、できましたね。自分で帰って、おしっこしましたね。あ、分かった。太るのも良くない。うん、一応はまあまあまあご褒美ポーロね。おでまるうちっこできたね、天才だね。おでまる天才だね。なんで嫌がるんだよ。なんで嫌がるの。なんでみんなおでまる天才だね。えらいよ。そう。あとね、やり方ちょっとだいぶけね、まず寝室には入れないようにしてる。こう外にいるとき、寝室には。うん。この外で遊んで、ゲージ外で遊んでるときはトイレしか入れないようにして、うん、俺寝てんねん。じゃあ、あたいたずら考えてんのがいいんじゃ。あんたもうご飯食べたばっかだからね、あんたもうええことや。よし、おでまる、ハウスしよっか。おでまる、ハウスも覚えないとね。ハウス、プチャン来た、すごっ。ご飯を食べた後は運動させちゃいけないから。眠る？ハウス、ハウスだよ、ハウス、ハウス、はい、コード買わないですよ。いいよ、もうちゃんとしてるんだから。買
ない噛まないし、しかもこうどうガチャ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 ほんとうるさいね。うん、コード噛まないでとかさ、噛まないようにしてとかさ、ガチャ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 。ヒゲが焦げた。そんなことあるの？おい中村、お前ちゃんと可愛がってやれよ。なんだこのクソ柴田。な、出川だろお前どうせ。こんな野郎。家広いと寒いのって。犬は案外なんか大丈夫だよ。うん。暑がりだよ。暑がり。うちも電気毛布のコード噛みちぎられた。今日一日やってたんだから俺。ね。これも2024年確定申告書。ね、途中までとりあえずもうガーって日付もこうやって書いて、後で日付ね、直そうと思って今日一日やってました。ちょっとだけだけど、3分の1は後でも、3分の1あ、そうそう、ビターアップルかけるといいって言うよ。ビターアップル、みんなビターアップルかけな、本当に。なんか最近やっぱさ、動物、コロナでさ動物ブームが来てるから、やっぱそのしつけ系のなんかそういう備品みたいなのは多いよね、やっぱね今ね。うん、おすすめのノートパソコンのメーカー教えてください。ノートパソコン、それアップルじゃない？え、風船チャレンジ、青、あー、オレンジだと俺も思ったんだよ。住人で犬飼って、あのね、前の家の人も飼ってるよ。ワンって聞こえるもん。うん。夜中ちょっとキャンプ道具整理した時に。こんばんは。血圧の線をニャンコに噛まれて、使えなくなりました。破壊記録。破壊記録だね。引っ越し祝い何がいい？希少さの手料理。ガチな話、欲しいものがないんですよ。ガチな話をすると。うん。もうガチな話ないんで、希少さのね、手料理が欲しいです。ないもんだって欲しいものなんて俺。引っ越しの挨拶。ワンちゃんのために買うもんないの？ない、なんも。なんかある？俺。ワンちゃんのキャンプ用品も買ったでしょ、全部。クーラーはさすがに無理だろ。クーラーはさすがにやばいだろ。ワンちゃんのためにクーラーは。そこまでこじれないって。機長さんだってクーラー買ったんだから。そんな高額なものをね。あ、おしっこのところ、ちょっと待って、ちょっと待って、外に出たいのは分かるけど、まあ、ちょっとご飯あんた食ったばっかだから、ちょっと暴れないで、ちょっとしばらくしてから外で遊びたいんだろうね、めちゃくちゃ。ペットカメラあるね。なんだろう、あ、空気清浄機なんかまゆちゃんが買ってくれるって言って、マジで何もなくなったんだよね、欲しいものが。
うん、なマジなんもない、欲しいものが。どうしよう。だからほんと手料理かな、一番俺の今ね心に来るものは手料理。吉尾さんの手料理、ハンバーグ、自動給水器。うん、自動給水器ってあれ意味あんの、あれなんか噛みそうじゃない、それこそコード。リードのハーネス、おちっこマット。俺ね、マジでもうほんと物欲がないから本気でね、物欲がマジでなゼロに等しいレベルでないからね。キチョピが便利だなと思ったワンコグッズ、あ、ロイヤルカナン、ワンツー、ダメだか、ワンツー、そわそわし始めた。後ろのグレーナはこれ、車用の、車にワンコを入れておくやつ、入れておくというか座ってもらうやつ、助手席に。そう、車載、これね、シートベルトもできるのよ。シートベルトも。ワンツ、ワンツ、ワンツ、ワンツ。吠えるんだよ。耐えないと吠えたら構ってもらえるようになるもん。そう、だから、まあ、機長さんいなくなったと思うから、まあ、もう本当手料理ぐらいしか欲しいっていうのもないんだよね、本当に。多分ね、俺こっからマジ物増やさないよ、俺マジで。こっからもうほんと物増やさない。キャンプ動画ももう全部買ったでしょ、テントも欲しいやつ全部買ったし、ソファーはだってソファーはひーちゃんが買ってくれるでしょ多分ね。でもね、2万ぐらいっつってたんだよひーちゃん、2万ぐらいのソファーって言ってたから、売ってん、ニトリに多分2万のソファー売ってないんだよね。で、一番ムカつくのはパニね。ね、あの壁さ、あいつさ、なんかさ、私は中村くんにもらってないからって言ってた。あいつね、1日目から俺のさ、壁紙ね、破いたくせに、何あいつ言ってんのと思って。その請求全部俺に来るんだからね。あの野郎マジで。舐めてるよね。ほんと舐めてるなと思って。ねえ、壁紙ね、あの初日に俺の家で大暴れして、テキーラ飲んで、テキーラ飲んで大暴れして、壁紙をさ、あのひんむいたくせにね、あの野郎マジで舐めてるで。中村くんの体重なら安いソファーへたるよ。だから、ねえ。ソファーとベッドだけには、いや、ソファーにそんな、でもお金かけたくないんだよね、俺。もう俺さ、ゲーミングチェアがあるからさ、あのソファーそんないらないんだよ、人が来ない限り。
そう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 。配信外そこに座ってる。オデバルと遊ぶとき、アドバルと多分今後遊ぶんだったらもう破壊されるよね。破壊。306くらい。ああ、あれはちょうどいいかも、でも。うん、あれめっちゃちょうどいいね。あれぐらいのソファー。306のあのソファーね。寝れるし、案外。ペットカメラはあるよ。うん。ペットカメラもちろんある。ないものが ほぼないと思う、俺。なんかあるか。なんもないよね。あの、ペットシートももう大量に今、ね、ある。まだ欲しいんだけどさ。ペットシートはもうほんと無限に欲しいんだけど。うん、あっちのね、あの、あっちがもう倉庫になってんだよ。もう隣の部屋が。一つ。置き場全然なくならない。見る見る、俺の倉庫、配信用機材の倉庫にしようかなと思ってるんだけど、こっち、配信用機材の倉庫に行って、ほら、バッチリです。ほぼキャンプです。やめて、ドアノブじわるっていうのね。えドアノブじわるはやめて。俺は思ったんだよ、なんだこのドアノブって。ちょっとここさ、なんか全体的にリフォームしたんだったらここ変えろよと思ったけど、俺もねえ、なかなかないで、こんなドアノブ。本当に。何この小学校のさ、ねえ、小学校のなんか変な部分のこれ。トイレやん、小学校のこれ。こっちもなんです。こっちもこれなんです。変えてよ！マジで。あと一つ沼ったことがあるんだよ。こちら。あの、トイレの黒ずみ抑えるってやつ、ブルーレット買ったんだけど、これ詰め替え用間違えて買っちゃった。ブルーレット買ったんだけど、これ詰め替え用間違えて買っちゃって、なえた今日。歩いてさ、行ったのに、詰め替え用買っちゃった、マジで。そう、台座みたいなのがいるんだよ。初心者あるある。でもう直しました。もうここの部分ですか。もうこれはだるくてやってないんですけど、もうここのとこ引っ掛けましたね。うん、服めっちゃ入るよ、こんなか。こんな俺服持ってんだっていうぐらい服持ってるもん俺。じゃあこんな感じで、まだ全然置けますね。まだ全然置ける。これもさ、おかしいよな、これ。ね、2本しか入らないんだけど、指が。これちょっと寝心地いいです、これ。これちょっと寝心地良くなります。どんなリフォームですか、確かに。エネさんからありがとうございます。なんかね、やっぱね、ベッドはいらないね、小型のワンコに。ね、あのベッドしてからおしっこするようになっちゃったからね。いや、タオルが一番いいんだよ、やっぱりタオルが。タオルが一番いいんだろうな。うん、カニヘンダックス。
どこまででかくなるんだろうね。やっぱカニ編でもさ、ミニチュアとかのさ遺伝子持ってるからさ、覚えたら大丈夫だよ。オデは体のない、あのパルちゃんが凍結になってるんで今ね、あのもうフワッチ全部凍結になってる。280万払ってないから。えぐいよね。みんな月にさ、みんなの年収分払わなきゃいけないんだよパル。えぐくねパル。5年間無申告でしょ。5年間無申告で1ヶ月に280万払わなきゃいけない。1ヶ月280万。みんなどう思う？それ来たらえぐいよね。でも本来あるはずなんだよそのお金が本来そのが、ね、お金があるはずなんだよ手元に。震えるわ。昨日、あ、お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。本当に。イベント。税金とかの仕組みよく分かってなかった。だから、火薬さんもワンチャン来るんじゃない？使ってなければあったのにね、と。パワーグラブ大使。税理士いないみたいだしなって。え？いないの？パル。え、だってさ、ワンライブ税理士つけてくれるんじゃないの？あれ。ワンライブ。カニ編か、カニ編か、喋っちゃった。うん。税金、もともと払わなきゃいけないお金だけど、その理屈はおかしい。え？いや、普通に経費さっぴいたお金が自分のお金じゃん。年収じゃん。だからその分のお金っていうのは絶対持ってるはずなんだよ。ね。だって自分が稼いだ以上のお金は請求されないんだから。持ってるはずなんだよ、お金は。でもそれを使っちゃったから経費にならないことでね、経費にならないことで使っちゃったからね。寒いのかな、震えてんだけど。カニ編なんかやっぱね、ちょっとね遊ぶのが好きなんじゃない、やっぱり。あのね、長野がパルの実家なんだよ。おで父、おで丸くんくんよ、ずっと言ってる。でもちょっとね、ご飯食べたばっかだから最低1時間とかは休ませないと、うん、暴れても、あ、遊んだら逆に俺同じような逆流性食道炎みたいなやつになっちゃうから、あばね、遊んじゃったらね。ワンツワンツ、こちら全て出してお金がないって言ってる。冷たい人、なんていうの、心が冷たい人の方が動物飼うの合ってるかもね。うん、なんか、うん、そこまで動物が好きじゃないけど、動物が好きじゃないとか飼った方が、うん、こういう時全余裕で無視できるじゃん。心痛くなんないじゃん、うん。もしかしたらそっちの方がいいのかもしんない。ワンライブに入ってなかったらバレなかった。いや、もう、パルちゃんが確定申告した瞬間入ったんだって、税務調査。確定申告を、その月に確定申告した瞬間、税務調査入ったんだよ、パルって。だから、もともと目つけられたんだよ、ずっと。違う、もともと目つけられたんだよ。違う。もう、もともと確定、もう税務調査もされてて、金の流れとか全部調べられてて、で、そのまま無視してたら、もう重加算税ついてたんだよ。うん、ずーっとだから、泳がされてたの、もうずーっと、パルは。そう、パルずーっと泳がされてたのよ。
れだけ派手にパチンコ配信したの。そう、次誰来ると思う？いやわかんない。うん、俺の場合早く来てほしいけどな。もうね、もうさっさと税務調査入ってもらって、ね、フィーであれむしり取りたいだな。そう、このままだとどうなるんだろう。パールだから残り何枚だっけ、残り二十何枚だっけ、延長チケット。あとあと来るよりもいい。24枚だっけ、延長チケット残り24枚だから、そしたらあれできなくなるよ、延長ができなくなるんだって。毎年税務署来てほしい、絶対わざと数年泳が、そうそうそう、あいつらね、なんか泳がさずにもう本当毎年でもいいから来てほしい。もうそしたら方が楽だもん、税理士費も払ってる理由はそれだしね、なんかあった時のために。こんばんは。うん、相沢にも入れ。毎日1時間って拳3回です。ありがとうございます。松平も来い。え、プラチナでも申告してない人いるみたい。それガチなの？やばいよ、そろそろねえ、プラチナのそろそろ、それやばいよ、やってることマジで、ねえ。青も怪しい。配信者がこんだけ狙われてるのに、もう無理だよ、逃げられないよ。もう TikTok もツイキャスもフワッチも、もう毎年入るよ税務調査。誰かがともちゃんやってないよ。ともちゃんやってるだろ、会社やってんだから。里うさちゃん、里うさちゃんはパルちゃんのために尽くしてきてるのに、パルちゃんギャンブルやってる場合じゃないよ。真面目に仕事をして税金払わないと。あの配信ではね、配信やって稼がないと。パルは稼げる環境あるんだからね。みんなから好かれてさ、あのアイテム飛ぶ環境あるのに、パルはサボってるからさ、ずっと。それが原因だよね。もういいじゃん、もう全部取られてもいいからさ、もう全力で配信ね、毎日やれば280万。EV は今年の税、来年の税金が高くなるね。 EV は EV 来年の税金が高くなる。フェイは無申告。いやー、あの人は分かんないね。でもね、なんか正直無申告の可能性の方が高いけどね。あれ、キャスの収益申請してなかった。キャリーもやキャリーはでもまあ今年から稼いでるから、うん、ギャンブルやりすぎだな。キャリーの場合はあれだと思う、あの稼げなくなったら来ると思うね。あれまた今稼いでるじゃん、稼いで、ちょっと最近稼いでるじゃん、あいつで稼げなくなったら来るんじゃない。めんどくさいからね、確定申告なんてね。自分でさ、こういうのやんないとクソ高くなるから、こういうのやんないと、こうやってね、毎年毎年やんなきゃいけないんですよ、これをね、ガーッつって。これをね、ちょっとずつちょっとずつやんなきゃいけないんだけどね。おで、えらい、どんつからすかい。あ、いいのそれ、もらっちゃって。風船チャレンジやってないのに。お昼の炎上ニュースって、お昼休憩からのイヤホンで聞いて仕事してる人いるから、ナイスも結局飲みないし、ラジオ感覚であいもったいない。奈々ちゃんからタンプレプラス引っ越し祝いで5万キャリー、すごいね。会計ソフト楽だけど、会計ソフト何が楽なの？俺いまいちよく分かってないんだよな。うん、だって結局さ、入力しなきゃいけないんじゃないのこれ。
だせさ、これさ、入力して税理士が確認しなきゃいけないじゃん。やる手順は変わんないと思っちゃうんだけど、これやる手順は変わんないんじゃないの、これ。あのケチゴリラがね、5万もでも、あの人もう毎月さ300万か以上稼いでるらしいからね。300万円以上。なんで300万、その300万っていうのはあれらしい、あのメンバーシップだけ、アイテムなし、メンバーシップだけで300万だって、あの人。見てください。意味のわからない遊びをして頭が挟まってます。あん中に頭を突っ込んで、時々こっち見るんだよ。うん、時々こっち見て遊ぶってみたいな。おでんに頭を突っ込んでる。出してあげないよ。ダメだよ。本当はおもちゃも全部取り上げた方がいいんだけどね。おもちゃも全部暴れるから。痛い痛い。ランは来年の税金いくらぐらい来るのかな。払えるお金ある。いや、ランはだって夜の世界の人だから税金なんて払わないでしょ。ね、ランなんて。ランなんて、ね、払うわけないじゃん。そんな。拳で払わないでしょ。夜の世界で払ってる人なんていんの。どうせ3年間で潰れるんだから、給料なくなる、給料のなんかなくなるじゃん全部。あれ、水欲しいのかな。水いらなかったみたいだな。拳ありがとうございます。拳ありがとうございます。危ない。水をね、中に入れてるとひっくり返してね、アピってくんだよ。繰り返して。ね。もう1週間経ったからさ、もう出していいのかわかんないんだよね、今のところ。どのくらいの間隔でもう出していいのかもわかんないよね。あ、ケージに取り付けるやつあるってことね。どれぐらいの感覚で出していいのかもちょっとよく分かってないんだよね、今。大丈夫？おしっこがまだちょっと心配でね。出しちゃダメなの？出してあげな。うわ、すごいわ。カーペット、トイレの成功率は今のところ 100% だね。昨日1回だけ失敗しただけで、それ以外は全部成功。今日が全部成功。ひっくり返しにくいトイレの形もあると。そうなんだよ。逆にストレスになる。ケージの外にもシート引いとけばいいじゃん。
ずっと出してたなんであかんの、なんでまだトイレを覚えきれてないから、もうねえトイレを泣いてる時に出さない方がいいでしょ、うるさくなっちゃうもんね。出かける時もそれにしたいんで、俺もそれにしたい。あ、出かける時も出しっぱなし、それ今から練習しなきゃダメなのかな。やっぱり1週間は経ったよね、もう7日だから今日、1日から入ってるから家にはもう慣れてるんだよね。ゆくゆくは、そう、俺もゆくゆくはゲージなくしたいよ、俺もゲージは。ワンツーできないかな、まだか。それなら今から出さないと。扉、ここの扉つけとく、確かにまだ扉つけようかな、とりあえず。どうしよう、ここの扉つけた方がいいよね。カーペットからちょっとね外に出すのがまだ心配。あのおしっこ昨日もそうなんだけどさ、あの台所まで行って帰ってくる時に我慢できなくなって、あの家の前でおしっこするんだよ、ケージの前で我慢できなくなって、ケージでおしっこするからさ。本人は急いでる。キッチンにおしっこマット引いてあげたら。バイチンがなくなった情報は嘘、ガセ、嘘です。あれは嘘だよ、バイさんがなくなった情報。出してるやつ言ってはね、なんか適当にね。あ、機長さん、トイレのワイド欲しい、でかいやつ。新居祝い、トイレワイドサイズ。あ、もう見てないか。あの機長さんと同じやつ、あの機長さんと同じのワイドサイズ、スーパーワイドだ。あれはさすがに失敗しないだろう、あそこまででかいと。機長さんちのあのね、トイレってバカでかいじゃん、映像で見た感じ。ワイドトイレ、機長さんえぐいよね。昨日見たらさ、1000万ポイント言ってたよ。1000万ポイント、1000万ポイントだからどんぐらい入るんだろうな。ね、多分3分の1ぐらいが入るんだよ、あれ。大体3分の1ぐらい。みんなだから1000万の3分の1ってどんぐらいだ。機長さん18時に過ぎにインド預けて、あーもう行ってんのか、じゃあ大阪に。みんなすごそうで、明日どんぐらい飛ぶんだろうね。多分配信者バーの中で過去最高出るんじゃない、明日は。軽く1000万超えそうだよね、明日。機長さん罰しがある。あ、お酒飲めないじゃん、じゃあ。え、行ってないんじゃない、じゃあ。え、明日行くんじゃない、じゃあ。税率が 55% ね。で、会社やんないもんね。だって、機長さん。機長さん、会社やんないから、自分でね、もう、機長さんのレベルの収入だったら、絶対自分で会社やっちゃった方がいいんだけどね。もう、なんか、節税対策のだけのための、一部二部が10人って香川さん言ってたよ。なもう全部でなんか30人ぐらい入るらしいよ。立ち飲み席でも。立ち飲み席合わせて30人入るんだって。言ってたよ。
お酒飲まない。子供降りれるか、降りれない。だってあんなんさ、別に俺が入れなくてもめっちゃ入るじゃん、だって。あんなん。そうだよ、みんなが別に入れなくても、もうガンガン入るよ、だってあれ、お酒。シャンパン。だからもうすでに予約入ってんじゃないの、あれ。何本かシャンパン。眼瞼下垂。眼瞼下垂ってここの上のに肉がありすぎて垂れてくるやつ、こうやって。うん。あれだよ、TJ さんとかも、ね、TJ さんがもろ眼瞼下垂だよ。TJ さんは。TJ さんはもろ眼瞼下垂。おいおい。ブナマヤは眼瞼下垂で、手術やってとんでもないことになってた。シャンパン600本くらいでしょ？明日言ってるのにもうシャンパン買ってる人いて怒ってた。そう、別に俺とかが入れなくてもガンガン入るよ。もう全員に。うん、だってあそこら辺ってさ、もうなんて課金額がトップの人たちがガンと集まってくるわけじゃん。そうだからもう無理しなくても入ってくるよ、あんなの。無理せんでもね。リシャール入るんじゃない？お月ちゃんリシャールミル入れるんじゃない？リシャール、お、入れたら面白いよね。リシャ、お月ちゃんがリシャールとか入れたらめっちゃ面白いけどね。1本100万こんばんは。うん、1本100万ね。けど有名どころが入れないとあいつはケチだって言われないか。あ、そうだね、そうだね。うん、言われるんじゃない。ゼロワンの TikTok の流し。あ、今、ゼロワンの TikTok のさ、爆流しあれだよ。無限の爆流しだよ。見たけど。ピピピっていう人でしょ、だって。ピピピグループでしょ。無限の、爆流しグループがゼロワンに投げてる、今。無限に3億課金した人だよ。あ、そう、イロピさんたち。イロピさんたち。あれって一人じゃないでしょ、ピピピって。ピピピグループ。うん、なぜゼロワンに？やっぱゼロワン、ああいう人たちって何者？いや、わかんない。でも番組の人？ああ、奈々ちゃんに100万ギャラ渡した。へー、投げスタにもグループがある。やっぱゼロワンと無限ってめっちゃ親友じゃん。なんか親友みたいな感じじゃん。だからじゃない？うん、あそこら辺は。ビビビ。無限周りは高野つながり。でもさ、高野つながりだったら今まででも投げられてたはずじゃん。ずっと。ねえ、突然なんか、無限ガンって来たじゃん。高野つながりはなんか嘘なんじゃないの？だってそんなんだったらずっと来てるはずじゃん。そう、イロピの奥さんも来てる。そうじゃない？ねえ。だって本当にずっと高野子つながりだったらさ、もう今まででもずっと1位だったはずだけどさ、ね、1位じゃなかったわけじゃん。突然1位になり始めたってことは関係ないやんっていう。あの人も TikTok とか配信歴短いから1年未満だよね、あの人ね。配信歴で言ったら。すごいよね。うん、そうなんだよ。今年からでしょ、だって無限って。無限って確か今年からだったはずだよ、配信。喋りうまいもんな。荒野の時は敵対グループみたいだったみたい。あ、そうなんだ。おー、で配信で仲良くなったんだ。また、なんか無限がなんかさ、なんていうの、性格悪いことする未来が見えないもんね、だってね。あの人の性格ね。
1年ちょいで、だから1年ちょいで、半年で1億って言ってたよ。半年で。半年目で1億稼いだって。それまでもちょいちょい稼い、3000万とかって言ってたけど。すごいよ、うん、まあ、あれ確かさ、そんなない5日間とか6日間ぐらいのイベントでしょ、確かあれね。ゼロワンとかって裏とか悪が見えるけど、それを無限からは見えないからすごいな。なんだろうね、無限はね、なんか悪いやつには見えないんだよ。でもなんか絶対悪いんだよ。性格がいいわけがない、配信やってる以上。俺の中で性格いいやつが配信やるわけないんだから。後を引くような嫌味は、そうそうそう。ねえ。隙がそう。あいつ隙がないんだよ。うまい、だから。無限は。人にの見せ方がうまい。人に対する見せ方がうまい。腹黒さが見えない。腹黒さが。うまいよね、あいつ。絶対腹黒いんだよ。絶対腹黒いはず。でもちゃんとしたシングルファーザーちゃんとやっててさ、あんな綺麗なやつが配信やるかだって。ねえ。あんな綺麗なやつが配信やるわけない。配信者っていうのはゼロワンみたいに、ゼロワンみたいなタイプが配信者なんだから。もう、ドス黒いみたいな。ねえ。あれが配信者だ。ゼロワンみたいな人方配信者なんだから、無限みたいなあんな綺麗なやつがいるわけないんだよ。やってられないで、だって。俺もそれ思うんだよね。なんかあいつはどっかなんか隠してる癖、ところがね、気に食わないよね。なんか隠してるよ、あいつも。絶対なんか隠してる。暴露早く来てほしいもん。無限の暴露。無限の暴露早く来てほしい。なんかないのかな？ありそうじゃん。無限の暴露。なさそう、まだ。無限さ、女となんかやるとき、女となんかさ、絡もうとするときさ、無理です、すいません、みたいな。娘いるんで、と。やるじゃん。訴えてこねえよ、あいつ、無限が訴えるわけないじゃん。ね。うどんっていう人も結局訴えないでしょ、だって。訴えるって言って。彼女がいる。あ、そういうこと？すでに彼女がいると。愛犬か。そんな綺麗なやつがさ、いるわけないやん。だって。愛犬家で、なんだかね、みたいな。ねえ。子供思いで、みたいなさ。うどんってふわっちやめたの？知らないうどんさんは。全く。飽きたんじゃない？なんか言ってたよね。なんか TikTok ではもう相手してくれる人が、相手とかやったら なんていうの誰もなんか言ってこなくなったというか、なんかもう避けられてるみたいな。避けられてるって言ってたね。なんか TikTok ではね。もう TikTok ではもう避けられてるみたいな。訴える芸しすぎて。テテさんふわっちやめたの？病んでんじゃない？あ、多分テテさん今大学生してると思うよ。覚醒。テテさん今めっちゃ覚醒してんじゃない今。そう、訴えるってすぐ言うじゃん。
そう、イキリストにガチ恋になってる今、テテさん。イキリストのガチ恋、テテさん今。あっちにね、今ね、俺のおやついっぱい置いてあるんだ。下に。お腹が、夜お腹空いた時のためのね。今日何食べる？今日こちら。味の大関。一袋、216円5食で。なんで40円ぐらい。216円なんで40ちょっとじゃない。44円ぐらい。だいたい。これ一袋。味の宝石安いでしょ。1人前目40円の1人前40円の袋麺久しぶり見たわ。それめっちゃ安いよ。しかも味濃いし、ちゃんと味ちゃんと濃い。で今日は今日のご飯はもう決まってるんです。ラーメンとラーメンとお米。もやし買ってくればよかったな。でも一応ね、あるんだよ。この一応あるんだけど、卵とパン粉を買い忘れちゃって。卵パン粉ラーメンライス。今ね、竹キャブ飲んでね、覚醒してるから俺今。ハンバーグ作って冷凍しとこう。なんで、いやー買い忘れた、マジで買い忘れた。あと行きたいところはあれなんだっけ、ニトリ行きたいのと、ニトリあ、私の地域一蘭のラーメン美味しくないよやっぱり。一蘭ってそこら辺にあるじゃん。で絶対一蘭の店行った方がいいよね、あれ。おでまる今日は100発110です。ベッドなくしてから100発110円あった。ベッドなくしてから100発110で、ここのさドアあるんだけど、ドアつけようかなってちょっと今思ってんだよね。おでまるの行動範囲をちょっと制限しようかなと思って。まだ行動範囲さ、広すぎるじゃん、この部屋だったら。おしりす作らないの。家はもう晒してるから、家にトイレシート送ってほしい。トイレシート、突撃しても割らない。あ、100均で柵買ってきて仕切る。あ、いいかもそれ。100均で100、買ってくるのもありだな。確かに。他にもおでまるグッズ送りたい。だからもう住所ツイッターに貼ってあるよ。ツイッターに住所貼ってあるんで、気になる方は住所から、気になる方は。おでまる見に来ました。ちょっと待って、俺もパパもお腹空いてるんだって。パパも記録用としてペットカメラ持ってます。ちょっと待ってくださいね。
こうやってずっとこれ監視してますんで僕。これで。散歩行く時も散歩、俺も今日散歩行ってたけど、そこをこうやって監視してるんで僕。何やってんのかなっつって。あとフリーにするのが、フリーにするのどんぐらいの頃からがいいんだろうなって迷ってる。そう、まださ、ちっちゃいからさ、あの我慢できずにおしっこ漏らしちゃうじゃん。我慢できず。うちは散歩嫌いだから家中フリーにして動き回らしてる。フリーにする感覚を徐々に広げていったらいい。買った時がうち失敗、あ5個ナイス。久々に覗いたらパパになってるでしょ。少ないし遅くなったけどありがとう。なんせフリーっておしっこが難題ですか。そう、フリーはね、おしっこ問題がちょっとね、徹底的にだからもうフリーにせず、ケージの中に飼って、ケージの中でもうおしっこの場所だけをもう、おしっこ覚える。ワイドサイズのだから、もうケージはなくしたいんだよ、結局俺も。もう一個棚買ってさ、もう一個棚買って、そこに動物のグッズ入れて、それまでがそう。フリーにした方がおしっこ覚えるの早い。ごっこナイス。ありがとうございます。もっちゃんありがとう。そこの問題なんですよ、やっぱり。おしっこ問題です。おしっこ問題。やっぱり。何を。もう、あーだこうだ言ったとしても、やっぱおしっこが一番の問題ですよね。だって、ここでさ、甘やかして、おしっこを甘やかしちゃうと、じゃあ何十年間も、あ、ここないっす。いいんですか、もっちゃん。ありがとうございます。ありがとう、もっちゃん。そう。だって、ここで甘やかすと、まじ、もう何十年間ももう、失敗するようになっちゃうからね。でも、そしたら、もう、ね、どうなるかってもうおむつ生活させなきゃいけなくなるから神経質になっちゃうよね。だからね、え、うちは2匹途中からフリーにしておしっこ失敗ばかりでしょ。ダメだね、まだダメ。うん、うん、倍出なかった。サンキュー、ありがとうございます。スケマルのワンちゃんはベッドからカーテンにしてるのもいつも見過ごしてるらしい。意味がわかんないよね、そんな。そうすると意味がわかんない。かわいそうだよ、ワンちゃんが。旅行行けなくなっちゃうんだから、そんな。飼い主としての責任を放棄するのはダメだと俺は思わんだよね。あれ？飼い主が外に連れてって行かせてる。ね。放棄したらダメだと思うね。ほんと飼い主、もう全部ワンコの粗相とかは飼い主の責任だからね、マジで。ではラーメンできました。ラーメン、僕はお金を全ておでまるに使ってます。なのでスメンです。よいしょ、いただきます。アピセンでも。おしっこ失敗する子はトイレにペットボトル置くといいって聞く。あ、そうなの？具なしだね、基本。
オスです。てかさ、ダックスって足上げんの？俺、未だにさ、俺謎すぎて、ダックスって足上げんのかなと思ってさ、あんま見当たらないんだよね、ダックスが足上げるとこ。男の子上げる？足短いけど上げんの？あ、ペットボトル置くと足上げの癖つくからやめてた方がいい。アルコイです。高さは可愛い。ケージなくしたいけど、まだ早いかな。うん。4ヶ月ぐらいでいいんじゃない？ケージ。あの短足をピンって上げるのが可愛いぞ。打ち上げないけど。まだ早いよね。もう今日、パイドさん、おでまる、昨日一回失敗して、以外で、おしっこ失敗しないです、一回も。うち、オスメス両方座ってする。いいよね、座ってする子の方がね。今日今のところまだ、ね、数十回かおしっこすると思うんだけど、ケージ期間長いと出た時難しくない？ちなみに今日もだけど、ケージ外で遊んでおしっこしたくなったら自分でケージに戻ってっておしっこしてた。今日。自分でケージに帰ってておしっこしてたね。とりあえずは。まだ、感覚狭めてるっていうのもあるけどね。うちもあげたりさ、うちも、ブリーダーさんに相談してるよ、一応は。相談してる。でもまださ、2ヶ月じゃん。まだ。そう、まだ2ヶ月だからさ、徹底的になんか、行動制限して、おしっこ覚えさせるのがいいかなしか思わないんだよね、今のところ。最初が肝心だよねって、そう。まだ2ヶ月でおしっこの回数多いじゃん。でも最近ちょっとおしっこドヤ顔で見せつけてくるようになったよね。ケージは置いておいた方がいい。来客とだとして、中丸よしでもな、おでまるは苦手かもしれない。あー、だから、あー、なるほどね。広いしな、この家結局。別に。確かに、別に大し、この家さ、広いから、ケージをなくさなくても、確かにいいような気もするよね。確かにでも。そんな狭い家とかじゃないからさ、そのために引っ越してきたし。しつけにピリピリしすぎて可愛い時期楽しむのを忘れないでやるかです。でも楽しんでる今のところ。俺もさ、なんか外に散歩するからよく、ね、ずっと家にいるのもさ、早く一緒に寝て、もうそうなんだよ。それ、早く一緒に寝たいのよ。早く一緒にいたいからこそ、おしっこ早く覚えさせたいなって思っちゃうのよ。一緒にね、寝たりしたいからさ。
足りねえ飯。飯足りねえ、40円じゃ。40円じゃ足りねえ飯。もやしだな、もやしいいな、もやし入れるのいいな。もう夜中のチーズハン、え？もう夜中のチーズハンバーグ見れないのか。いや見れますよ、実は。マック近くにあるんです。まあ近くにはないけど、うん、あるんですよ、一応は。マックがドライブスルーで松屋もあるし、マックもある。実は甲州街道がめっちゃ近いからさ、甲州街道っていうね、ところが近いから、うん、サイゼリアも近くにある。まあ近くって言ってもそんな近くはないんだけど、うん、他の人からすると俺はそんな遠く感じないのよ。歩いて10分とか20分って。甲州街道ラーメン多いの？あ、っては言うよね。住所持ってるよ、見てみ。住所載ってる、住所載ってます。ちゃんとね、やべ、ほらここに。ここに載ってます、僕の住所。X に郵便局、あ、そうだ、忘れた。中村さん届くよ。公開しとるのかいって、もうされてるわ。うん、天然さんが家に来た時点でもうん、全部バレされてる。これにラーメン作ってお米を浸してるだけ。そう、初日です。初日に全部バレてます、部屋番号まで。天然さんが部屋番号を写してて、あ、部屋番号写ってるよって、あーとかで言ってバラすんだ。入居前に、綺麗なアングルや。一回さ、戻らないと、元の家に。なんならアマゾンの段ボールに貼ってた住所をしばらく移せ。いいです、天然さん。ここの、このシーリングライト、1、2、3、4、4つ買っていただいたんで、僕。天然さんに、シーリングライトを4つ。広くなってめっちゃいいよ。ね、近いからね、まず。そう、もう新宿自体が近くなったから。
新宿まで40分で行けるようになったからね、乗り換えなしで新宿まで行けるようになったでしょう。うん、駅も近いし、うん、もうこっからさ高速道路にも乗れるから、近くに高速道路もあるからさ、あと町田も、町田とか立川もすぐ近くになったね。だって下道で40分で着くようになったよ。下道40分町田まで。町田も立川も近い。テテさん家とかランの家までも近い。ランの家まで30分こっからね。テテさん家まで 30分かかんないぐらい、まえちゃん家まで10分ぐらい、完璧です。テテさんアカウントバタバカした。306どんぐらいなんだろう、ビバリーホームズこっからちょっと遠くなるんじゃない。40分、48分、こっからビバリーホームズまで、うん、12分近くなったね。でもあんまかかんないわ。かかる、まあでももともとさ1時間10分ぐらいかかってたからビバリーまで。しかもさこれさカンパチ通る、カンパチカンナナ通るからもっと早いよ、スピード上げてくから。まあまあって感じ。そうそうそう、14日眉ご飯よっ、いらっしゃい。あ、海鮮ありがとう。海鮮めっちゃ届いたよ。アワビとか届いた、アワビとかなんかそのグルメセットみたいなの届いた。うん、海鮮のちょっと胃が楽になったらさ食べるわ。胃が楽になったら海鮮セットみたいなの届いたんだよ。みんな見る、すごいよ。よいしょ。住民税で税微収やるかはガチでサイレント回収してくる。あー、パルのね、こちらになります。まずこれは違うから、まずこちらですね。お刺身、ウニ、なんていうのかな、クモタン、ウニかな、これで。クモタン、お刺身クモタン、ウニ、お刺身ウニ。いいね。うん、味付きカズノコ、これ好き、俺カズノコ好きなんだよ。俺カズノコ好き。うん、カズノコ大好き、俺。その冷蔵庫変わってる？そう？これ絶対うまいじゃん。これ絶対うまいよ。昆布だしいくら、これ絶対うまいでしょ。昆布だしいくら、これ絶対うまいよね。これうまいっすよね、俺。昆布だしいくら。で、これがなんだろう、サバかな？うん、これ正月まで焼いて食べれるね。ちょうど焼きグリルみたいなのもあるからね。全然あるんですよ。これが序の口です。こっからですね、こっから鳥の人っていう、なんだこれ。うわっ、昆布重ね巻き、
清らかな海の贈り物、重ね巻きサーモン。うまいよね、これ絶対。絶対うまいだ、これ 100% うまいやつ、これ。次。うわ、蒸したこ。蒸したこ、これも絶対の。うわ、なにこれ、ホッケ、ホッケだ、紅ホッケ、でかいね、紅ホッケ、高いやつこれ。礼文島産旨味たっぷりの利尻昆布だしに、利尻昆布だしに漬け込み、油の乗った真ホッケをさらに美味しく仕上げました。焼きたてはもちろん、冷めてもしっとりふっくらしていますということです。礼文島。あとエビ。エビね。これはもうがっつりいきたいね、これ。これ、油だけでがっつりいきたい、これ。ガリガリっと。こんぐらいのやつだったらね。シマアワビ。これアワビ食べれないんですよ。これ誰かに、あ、来た人にこれプレゼントするか。もうアワビ食べれないですよ。ね、アワビ。なんだっけ、銀座のですね、あのね、アワビが苦手って言って、当時のね、みんな知ってると思うな、捕まったグランシールドの社長いるでしょ。あの人に、ちょっと高級な、ね、アワビ食べさせてもらったけど、無理だった。高級アワビ。食べさせてもらったけどね、まずすぎて、すいません、無理ですって言って。私もアワビダメ。これ、俺もね、好きなんだよ。ホタテの貝柱。これ、うまいぞ。これバターと醤油、バター醤油で炒めたら最高ですね。貝類食べれない。俺もね、貝類食べれなかったけどね、食べれるようになったんだよ、つい最近。マジでほんとつい最近食べれるようになったね。ホタテ、蒸しホタテ、酒飲みたくなるよねこれね。ありがとうございます。以上です。以上セットでした。ありがとうございます。全部最高すぎる。今ちょうどさ、胃がさ、胃もたれがすごいからさね、今ちょっと厳しいけどね、食べたいね。ぜひぜひ食べたいです。よいしょ、よいしょね、よいしょ、元気になったら食べて。了解です。これ大切に食べれるね、これ。これ大切に食べれる。よし。モデリスセンスの塊だね。おでに贈り物。おでまれちょっと、おでまれちょっと公開するか。おでまれちょっと久しぶり。でもね、ちょっと絡みたくなってきた。よいしょ。寝てます、おでまれさん。おでまるフリ、おでまるをどうするかだよな。フリーにいつするか。おでまるフリーに。まだ早いよな、でもな。静かになったから出すか。まだまだベビーゲートつけてる。実家の家も、いや違う、実家の家は同じ感じだね。でも一話出して、おでまれてて、今んとこまだちょっとさ、あれなんだよ。おはようございます、おでまれさん。
よちよち歩きです。眠たいみたいです。天才おでまる。手がさ、可愛いよね、やっぱね。可愛いね、家もチワックス買ってる。いいね、チワックス。そう、おでまる、すぐここに。一緒に寝たいんだけどね。うん、あやだよね。絶対可愛い。このお手手を見てほしいよね。なんで？肉球。まださ、あの福ちゃんたちみたいにしっかりとした肉球じゃないね。うん。あんた何？大事な？たくさん見て大事なところを。いや俺ね、ここが一番好きなの、この子の。ここが。あ、散歩し始めたら。男の子ですね。皆さんにご挨拶してください。おじまるさん。ご飯食べたばっかりだからポコポコしてるね、今。ご飯食べたのかな。ね、食後だもんね、あんたね。まだ。食後だからお腹ポンポン。ほら。ポンポン。すごいでしょ。サービスショット。いや、さすがに運営さ、ね、大丈夫だろ、これぐらいだったら。ね。うん。おとなしくないよ。暴れ回るよ、これ。ここツルツルしてかわいいね、本当にね。これで落ちたらね、びっくりするよ。厳しすぎだろって。性的な配信をおやめください通知来たら。おでまるお前、お風呂入れたいな。でしょ、イラッとしてたんですけど、お前はちゃんと可愛がってるな、いいぞ。可愛がりすぎも、いや、おでまるから来てるからね、嫌だったら離れてくもん。嫌だ、おでまる。あ、どこ行っちゃった。可愛すぎるから、豚さんダンスクラス来い。可愛すぎるって、おでまる。おでまる、どこ、おでまるさん、おでまるさん、かわいいね。トイレだけ一応閉まっとこ。途中までついてくるよ。ブリだから買ったよ。おでまるのものばっかり届くのに、おでりす、え？おでに贈り物くれたリスナーさん感謝だね。海鮮ね。あれがまだ届かないんだよな。あの、ヨギボーのベッド。あれがまだ届かないんだよ。あれ遅いのかな、あれ来るの。
ユギボーのベッドがまだ届かない。ねえ、眠る。ダメの時は脳で統一じゃなかった。自分で買ったんか。買っていただきました。買っていただきました。買っていただきました。眠る。ヨギボーのベッド、ベッドが今3つある。ベッドが、ちょっとベッド入れてみる。よいしょ。これ新しいベッドです。一回入ってみましょうか、小田村さん。よいしょ、どうですか。小田村さん、どうですか。かわいすぎてやばい。小田村さん、どうでしょうか。ゴミがまだつくな。毛玉みたいのがめっちゃつく。おつ。パルちゃんがね、280万払えず、滞納しました。それにより住民税280万、そのように口座が凍結です。どん兵衛で思い出した。12万個に1個ハートのお揚げがあるらしい。レア品だよね。なんかそういうのね、レアなもん多いよね。またなんかバトル来た。バトル来たんだけど、俺とやりたいのこの人。いい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どなたですか。ミサです。はじめまして、ミサさん。こんにちは。どのようなご用件ですか。一緒に配信しましょうっていう。うん。あ、ありがとうございます。拳。何が目的で来たんだよ。まさか、うん、うちの彼女取ろうとしてんじゃないでしょうね。彼女って何。うちの彼女。え、ねえ待って、うちんちもミニチュアダックスンド飼ってるよ。ミニチュアじゃないです、カニーヘンですね。デマル。あ、お、バカにされた。おデマルはもっと小さいカニーヘンだもんね。ミナホン、ありがとう。プラチナさん、もっと優しくしてよ。え、優しくしてるよ。俺めっちゃ優しいよね、みんな。これモラハラの中村って言われてるんだよ。みんなこっちおいで。モラハラの中村って。モラハラやばいって。なんで。みんなこっちおいで。行かねえよ、お前のとこなんてよ。なんでよ。え、ミニチュアダックス買ってるからだよ。拳欲しいの。は、自分で何とかしろや。拳ちょうだい。何拳ちょうだいって。あげろよ、じゃあみんな。あげたい人は。番長の拳ください。え、何したいので。え、番長の拳が欲しいの。それだけのために来たの。そう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。みゆきさんが行きそうです。行かなくていいよ。ありがとう。あ、小田村さんが今
でもみんなおでまるに夢中なの。おでまるって何？おでまるっていう名前沼かよマジで。嘘でしょ。動物の名前以外ないでしょ。ありがとう。なんで目の前にさ。ありがとう。暴れたら暴れる。どん兵衛で暴れてます。どん兵衛かわいい。ワンちゃん。あ、やばい。あ、やばい。おでまる。おでまる。ありがとう。ありがとうございます。拳ありがとうございます。なんだよ、じゃあもう終わるよ、もうコラボ。え、バトルしましょうよ、一緒に。え、勝てるの俺に。勝てないです。勝てるっていいや。勝てます。おら。おでまる、おいで。おでまる。おでまるだよ。おでまる、おいで。おでまる。おでまる。口くせ。やばい、ボロ負けしちゃうからみんな助けて。こぶし、皆さんお願いします。ボロ勝ちさせましょう。 ありがとう、10枚ナイス。ありがとう、パワーグローブ。ありがとう。皆さん大丈夫ですよ。ありがとう、パワーグローブ。ありがとうございます。こぶしでお願いします。こぶし、ありがとう、ありがとう、ありがとう、こぶし、ナイス、ありがとう、パワーグローブナイス、拳ありがとう、パワーグローブありがとう、ありがとうございます。拳ありがとうございます。おでまる、おみ水飲もう。はい、暴れすぎ。おでまる、かわいい。全力でお水飲んでる。あ、こんばんは、ありがとうございます。なんか この人失礼やな、おでまるおるのに。パワーグローブナイス、ありがとう。拳ありがとう、ナイス、拳ありがとう。おでまる、うちらのおでまるをバカにしてるからね。おでまるかわいい。あー、豚さんナイス2倍、ありがとう、ありがとう。拳ナイス、ありがとう。どうした、おでまるに会いにおいでよ、会いに行くわ。ありがとう、拳。どこへ行くの、おでまる。おでまるに住む。は？ダメだよ。ダメだよ、ね、ちょっと貸してほしい。ダメです。メガホンナイス、ありがとう。負けちゃうよ。ボロ負けしちゃう。は？当たり前だろ、俺に勝てるわけねえだろ。それ綱何人だよ、そっち。26人。ほら、おでまる暴れないで。もう10倍ナイス、ありがとう、ありがとう、メガホン。どんくらい遊ばせたらいいんだろうな、これ。あ、簡単におでまるに会えません。どっちか、すごい、ありがとう、メガホン、ありがとう。おでまる、ブタさんナイス、ありがとうございます。ありがとう、10倍ナイス、ありがとうございます。おでまる、ありがとう。おでまる、おいで。やばい、ピョコピョコピョコ、やばいよ、やばいよ、みんな頑張ろう。頑張ろう、みんな。よ、よろしい。あ、の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 、やばい、の、ノー、早すぎだろ、腰振るの。うん。腰振り始めるの早すぎだろ。かわいい。あー、拳ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。パワーグローブナイス。拳ありがとう。みんな、拳ください。お願いします。おでまるハマってるみたいだ、なんか。拳、ナイス、ありがとう。ありがとうございます、お届け。おしっこしたらもうやばい。さすがにしないでしょう。どん兵衛気に入ってんね、完全に。走り回ってる。こぶし、ありがとう。ねえねえ、本気出してよ。ちょっと、こぶしだけで勝ってる、ほぼ。やばい、誰か助けて。え？誰か助けて、拳ありがとう。おでまる、おいで、おでまる、助けて、おでまる、誰か助けてくれ。ボロ負けだよ、誰か助けて。あら、あと1分だぞ、俺と絡める時間が。やばい、あと1分、俺と絡める時間と1分しかないぞ。みんな大丈夫か？
やばいよ、助けて。ホットドッグクッションを挟むのも可愛いよ。どうするか、おでまる。ホットドッグ。誰か助けて。え？誰か助けて。なんか趣味あるの？何やってるの？拳ありがとう。普段何やってんの、あんた。寝てる。ミニシュアダックスと散歩行けよ。おじいちゃんだから。あ、おでまるか。やばい、みんなボロ負けしちゃうよ。あと30秒もない。誰か助けて。おいで。ありがとう、拳。拳ありがとう。ナイス。ありがとう、拳。ありがとう。おでまるさん、おしっこ失敗です。ありがとう。おしっこ失敗。拳ありがとう。おー、拳ありがとう。ありがとう。やばい、キャー。ちょっと離れさす。おしっこしちゃったって。失敗したね。そう、しゃあない。まず、うん、ちょ、あって言っちゃった。あのトイレに入る瞬間、あって言っちゃったから。俺が、俺が失敗だな。なんだよ、おでまるおいで。怒られたと思ってんだよ、うん、おでまる。怒ってないよ、全然いいよって。よしよしした、ね、クンクンしだしたら。そうだね、おしっこしちゃった。そう、おしっこしちゃった。じゃあそんな感じで、姉さんありがとうね。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。誰やねんマジで。なんか無理。やっぱ好かれる人と好かれない人って分かれるよね、やっぱね。ちょっとおでまるさん、やばい。あの、おでまるって何みたいな。え？可愛らしかった？なんか投げ石はつきそうじゃなかったね。うん。投げ石がつきそうな人じゃなかった。すげえ、この絨毯見て。もう、え、おでまるのおしっこドロドロしてんのかな。もうおしっこのなんか黄色さがなくなったんだけど、3回ティッシュでシュッシュってやっただけで。すげえな、この絨毯。撥水性がすごいのかな。お前ボールあげないよ、おでまる。ボールは、おでより、おでまる。よし、これで終わるか。皆さんありがとうございました。ありがとうね、おでまるも。え？今から、え？おい中村、ボールをあげたいからって切るんじゃねえぞ。おでまるまだ見るの？みんなで。うん。昨日リスナーめっちゃ頑張ったのに。ネットフリックタイムだね。うん。しっこ失敗起こらない。絶対起こっちゃダメ。おしっこすることが悪いことだってなると、お家でおしっこしなくなるんだよ。だから怒らない。その代わり、何もしない。リスナーサービスタイムするじゃん。うん。しょうがない、するか。しょうがないです。よいしょ。そう。黙って片付けて、で、おしっこ成功したらいっぱいね、あれしてあげるみたいな。おはようございます、おでまるさん。ちょっと待ってね。
なんとですね、そういえば俺ね、気づかなかったんだけど持ってたんだよ、なんとボールを。でかすぎるかな、これ。おでまる、おい、おでまる、でかすぎるかな、おでまる、おでまる、おでまるさん、見てください、おいで、まだ卵ちゃんがいいかも。サイズ的に加えられないか。すっげえでかい口で加え込もうとしてるけどね。でもいいんじゃない、硬くてちょうど。めっちゃ噛んでる、かゆいんだろうね、だからね、乳歯が。めっちゃ噛んでるよ。歯磨きになってええやん。あ、これ歯磨きになんの？この辺あったボールだよ。うち 2.5 メートルでチビだから。生え変わるまで痒いんだ。おい、おでまる、自分でトイレね、今失敗しちゃった。うん、でもそれ以外全部成功してるけど、まあ5回ぐらいおしっこして、5回、6回ぐらいおしっこして、1、2、3、4、5回ぐらい今日おしっこして、1回失敗しちゃったね。5、6回ぐらい。フリーにするにはちょっとまだね、まだ早いかなっていう。上出来？でもこの絨毯すごいから、撥水性がすごくてさ、おしっこすぐ吸収、こっち側に移すんだよ、これ。やっぱ絨毯いいやついいね。うん、こぼしてもすぐ吸収し、こぼしても全然ね、汚れつかないから、この絨毯。おでまるが高い、ねえ、これ可愛いでしょ。どん兵衛ハマってんじゃん。どん兵衛。自ら入ってったね。おでまる、水飲まなくていい？おでまる。ご飯と遊んでほしいとき、あとゲージに閉じ込められたとき、ゲージに入にちょっと閉じ込められたときは、いいですか、おでまさん、いきますよ。おでまさん、まずお水いかがですか、おでまさん、お水いらないですか。なのに可愛い子がいる。いくよ、おでまる。うん、うちのワンコに偉いにおでまる。
ょんぴょん具合がぴょんぴょんするんじゃぴょんぴょんするんじゃ。こう、あの、冷蔵庫が怖くなって帰ってきた。冷蔵庫が怖くなって帰ってきた。冷蔵庫が怖い。俺は冷蔵庫怖いか。なあ、俺は冷蔵庫怖いな。本当して、みんなってどんな感じなのこれ。みんなってどんな感じなの、静かに遊ぶなって。俺ね、実家のワンコもこんな感じだから、静かにさ遊ぶから分かんないんだよね。うちもひたすら、おてまる、おてまる、なんで大冒険してんの、あんた。また善逸がお前の悪口言ってんだけど、またなんかやったか。いや、もうなんかよくわかんないけど。引っ張りっこする？全くしない、うーって言わない。やめる？やめる？あー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 、背中に乗ってきたり遊んでほしいおもちゃ運んでくる。フローリング滑ってるから危ないかも。ね、これね、やるってことね、投げろって、投げろって言われた。おい、かわいいですね。もう一匹買わないの？まあ、帰るっちゃ帰るけどね。犬用ワックスかければ大丈夫な、あ、そういうのがあるんだ。俺も持ってきて。それちょうだい。それ。ボールちょうだい。ボール。ボール。ボールちょうだい。おしゃれ、あ、そういうこと？あ、やばい、また結論してきた、おでまるが。おでまるいくよ。褒めろ、褒めるね、じゃあ次から。おでまる？うん。これ持ってきて。うわー、おでまるー。おでまるー。持ってきて、おでまるー。うわー。え、これでおやつあげるの？あ、やばい、もう投げろって言ってる。投げろって言ってる。転んで転んでる。おでまる。うわー、すごいね、おでまる。賢いね、おでまる。すごいね。うん。おってくるよ、おでまる、ちゃんと。これは、持てっつってる。痛い、持てって言ってるんだけど。同じ年だと老犬になった時ダブルで大変。ボールめっちゃ気に入ったね、これ。ボールいや、はい滑って。俺持ってきて。
何も言わなくても結構できるね。話したらこう。中村くんリアル？エンドレスボール投げ始まる。これや投げろっつってる。おねまる？おねまる？おねまる？いくよ。あれ、ほのまるさん、ボール持ってきてないです。あれ、何やってんの？冷蔵庫、あつ怖いね。あ、なんでなんで持ってきてくれなかったんだけど。冷蔵庫怖がってる。ああ強い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 。ちょっとなんか力強くなったね。力なんか強くなってるこのいつ。おでまる。ほら力強くなっている。あのタオル VS おでまる。タオル VS ほら パテラになったから。何パテラって。滑ってパテラになったってどういうこと。パテラってなんだろう。遊び出したら一緒にコマンドトレーニング始めよう。例えばボールを離す。離したらおやつ。あ、なるほどね。でもね、おでまるボール外しちゃう、離しちゃうんだよすぐに。ちょっと散歩させるのも、これってさ、なんか散歩させるのありなのかな、やっぱり。とりあえず、家の中をちょっと。おでまる？なーに、あんたやってんの。おでまる、おいで。待て。おでまるさん。はい、出しても。あり？ブリーザーさんが？あ、おでまる？おいで？おでまる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 ？アートのコマンド合わせてあげたら、目的はコマンドを教えること。毛抜ける。そろそろ休んだ方がいいかな？何やってんの？何やってんの？ 10 分もう15分遊んでるよね、これ。子犬のうちに遊ばせすぎだよね、これ。無限に遊んじゃうよね。ちょっとパカって言ったら話。おでまる、そっちじゃないよ、おいで。どんぐらい遊ばせたらいいんだろうね。ね、基本的には10分とか15分ぐらい。休憩しよう、スタミナ切れ。やばい。暴れすぎ。あ、でもね、ちょっと、あんた。遊びすぎ。あ、お水ね。あ、お水あれ入れるか。ハニカム消臭ちょっと入れた方がいいな。
チッコさっきね、失敗したんだよ。お水だよ、あんた。水は全然全然、水道水、水道水。吠える吠える吠える。出してって。あちっかじゃん。ちょっと、興奮しちゃうんだよ。暗くするよ、ここ。暗くして。十分だよね、うん、マジ暗くしないとマジあの子ね一生遊ぼうとするんだよ。マジでマジ一生遊ぼうとするの。無限なんだよ体力が。今から心霊しないわ。なんで今から心霊するんだよ。よいしょ。どう皆さんてな感じでですね、おでまれでした。うん。あんだけ遊ばすときは十分だよね。そう、ミネラルウォーターは、なんか、あれだよ、尿結石になっちゃうんだよね。カルチン、なんだっけ？カルチンだっけ？なんだっけ？動画見たんかい！見るから許して。終わったら見るから。終わったら見る。絶対見るから。ええよ。ちなみに、みやこから、音沙汰がマジでなくなりました。今日、気になって、朝一ですね、7時ぐらいにみやこに連絡取ったんだけど、みやこからすぐ帰ってくるんだよ。みやこから。連絡が一切来なくなりました。みやこから。フェイがバカに、あ、そうなの？なんか、美和子の回だと思ってたんだけどね。美和子回だと思ってた。なるほどね。やばい、おでまるを見せなくなった瞬間、ね、40人ぐらい人が減ったんだけど。ねえ。閲覧40人ぐらい人がいなくなったんだけど、どういうことこれ。おでまるさん数字持ってんね。おでまるさん、俺もね明日からですね、もう毎日のように、まあ1日100枚ぐらいを目安に領収書をちょっとまとめてるんですよ今。1日100枚目安。1日100枚だったらさ、終わるじゃん、12月までに。12月のまあ、初旬までに終わらせればなんとかなるから。そう、20日、12月の初旬あたりまでに終わらせなきゃいけないよね。領収書をまとめるやつ。おでまるよりおでを見に来たいらしい。でもどんどん閲覧が減っていくんだよ。おでまるの閲覧が今50人いるっていうことが判明した。そう、確定申告の準備しとかないと、マジでそれ。ちょっとずつやってか、今からちょっとずつほんと100枚単位でやっていくと、あと楽なんだよ。今日今から、ほんと11月のこのあたりから100枚ずつこうやってペッ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 つって。そう。そのためにパソコン買ったっていうのもあるからさ、俺。領収書をまとめるとか、ねえ、そのためにも買ってるから、パソコンを。だって本来スマートフォンしかいらないじゃん、配信者なんてね。でしょ？だパルちゃんみたいには、いや、税務調査入ったらね、絶対お弁当持ってかれるんで、お弁当って何かっていうと、なんていうの？
お金は持ってかれるのよ、絶対 100%。どんな形であれ。そう、どんな形でお金持ってかれちゃうから、確定申告でさ、税務調査入っちゃったら。そう。だそれがいくらになるかによるよな。だからそれまでのお金で、もう一応用意しとかないといけないよね、っていう。いや、もう開けたよ。税金関係の段ボール。なんで彼女いないの？僕が聞きたい。顔。近くにさ、薬剤師、若い薬剤師の人が二人いるところがあったんだけど、二人とも美人だった。うん、性格が悪いから。あ？ね、薬剤師の人が近くに二人いた。毎日処方箋もらいに行こうかなと。実家太いのにな。関係ないよ、都内の人からすると。なんか都内の女の人って、ね、なんかそのお金があるかお金がないかとかじゃないよ。だってはぁ、あ、都内の人ってそうだよ。都内の女の人はお金があるかないかじゃない。なんか依存するかしないかじゃない。だってお金持ってる人は都内なんていっぱいいるんだよ。でもモテないもん。だってそんな人全然。エスキュー美女が好き。まあね。だから顔だって。うるせえもんね、あれ。さっきから顔言いやがって。顔。本当は誰が好き？いや、マジでいない、誰も。いや、マジで本当に誰もいないよ、俺好きな人、今。好きな人も何もいない。もう本当だからさ、もう。うん。いや、マジでいないんだよ。あんま、なんかその、なんて言うんだろう。一日の生活のサイクルが、もう、おでまるっていう。小町くん並みに嘘下手。だっていないもん、本当に。イーヴィがアンナちゃんじゃない、俺は知ってるって言ってたよ。え？俺誰もいないって、マジで。マジでいないよ、俺マジで。だって、なんか寂しくなったらずっとおでまる、ずっとこうやっておでまるにさ、顔舐めてもらうもん。あっちの部屋行って。おでまる出して。うん、おでまる出して、あっちのとこ行って、寂しくなったら。でもなんかそれで満たされるからね、しかも。おでまるがいると。うん。おでまるがいると全然満たされるから、そんなになんか、っていう感じはするけど。だって俺県外、小町みたいにさ、なんか俺県外行かないじゃん、そもそも、まず。小町すごいわかりやすいのが、なんか配信の企画っていう名目で金使って、女に会いに行くっていう。あれ気持ち悪いよ、マジで。あれはキモいと思う。なんか配信の、犬と暮らし出して、彼氏ほったらかししてる。犬は飼い主しか知らんから愛情返してくれるでしょ。うん、別に俺マジ県外行かないじゃんってことはないんだよ。結婚願望は今んとこないかな。うん、なんかある程度稼いで、なんかそのお金でやりくりしようとも思ってなくて、だからお金めちゃくちゃ、俺そんな貯金しないんだよ。貯金しない。もうほんともう経費で、もう経費に使えるもん全部使ってるじゃん。それも理由があるんだよ、やっぱり。もう俺将来的には、なんか、生活保護とかになるんだろうなっていうのを実感してるのよ。実際になってる人多いじゃん。日本でさ、今もう実例が出てるわけじゃん。今65歳以上の、ね、60歳、65歳以上のさ、おじいちゃんおばあちゃんでみんな生活保護じゃん。年間 22% 増えてんだよ、だって生活保護なんて。
ってことはさ、俺も将来的に言ったら生活保護になる確率高いわけじゃん。で、みんなもそうだよ。みんなもそうだよ。だってさ、厚生年金の人も18万ぐらいしかもらえないんだよ。ね。厚生年金をもうフルに65歳まで払った人でもさ、そう、年金当てにならんしよ。そう。俺はそう思ってるから、少ない。だって、みんな、俺がね、18歳から65歳まで、ちゃんと年金全部払うじゃん。いくらだと思う、月。ね、今問題になってるけど。6万5千円だよ。65歳まで払って。年金だけじゃ。そうだよ、国民年金なんて、ね、月額6万5千円だぜ。そんな生活できないで。6万5千円だよ。で、収入制限まで設けられるんで、しかもそれで。ね、これ以上稼いだら年金もう上げません、みたいな。ね。自営フリーランスはもっと厳しい。俺ぐらいの年齢になると70歳までって言われてるんで。70歳まで。地獄だね。ほんと年金払いたくない。マジ年金払いたくないよね。まあ、将来の自分のためじゃなくて、今のおじいちゃんおばあちゃんを支えるために年金払ってるみたいな名目だから文句言えないけどさ。生活できない。貯金崩したら年金もらってピンピンコロイと行くのが理想。わかるわ。まあ、これ言っちゃいけないけど、俺のおばあちゃん死んだ時、俺の母さんとか親父とかは喜んでたもん。あ、よかった、つって。ね、無駄にね、なんかなんていうの、その施設とか入るとか、なんかそういうめんどくさいことにならなくてよかったって言ってたもんね。ぼっくり言ってくれてよかったって。俺の、ね、親父とかはね、母さんとか言ってた。なんかね、なんか無駄に植物人間とかにならなくてよかったみたいな、年金月500円くらいだったのにね、綺麗事だけじゃないよなって。そうだよ、ね、俺も思うもん、ばあさんみたいにもう突然ぽっくり行きたいなって。俺も思うもん。あんだけね、もう人に迷惑かけないじゃん。急、心筋梗塞で死ぬのってね。心筋梗塞とか脳梗塞で死ぬのって、もうほんと誰にも迷惑かけないから、ほんとそんぐらいぽっくり行きたいっていう。回復見込みないなら安楽死認めてほしいね。植物人間とかね。じいちゃんの遺族年金が、年間、戦争で死んだじいちゃんの年金、遺族年金が、年間1万5千円入ってくる。すごっ。ね、子育て世代の手当を厚くしないと。ね、あれ確かさ、今年、なんか日本人が97万人減ったんだよ、確かね。今年日本人がさ、日本人の死んだ数と、生まれた数で97万人ぐらい差が生まれたんだよね、今年。ね。あれすごいよね。おう。そう、日本人が97万人減ったんだよ。97万人、それってワクチンのせいなの。あれさ、あれ、なんかワクチン、なんだっけ、ワクチン、もともとさ、ワクチンの副社長だった人がさ、あ、このワクチン本当悪いものですよって言っててさ、あんなの、嘘だとかってみんな言ってたじゃん。本当だったみたいだね。実際ね。少子高齢化は未だ改善されない。なんだっけ。コロナウイルスのワクチンね。そう。コロナウイルスのワクチンはマジでエグいって言うよね。絶滅危惧種。ワクチン3回。なんか、もうワクチン、なんか、おじいちゃんおばあちゃんたち8回目打たなきゃいけないらしいよ。8回目。だから年寄り優先で無料だったのか。私は5回打ったよ。2年間治療続けてる。あれ打たなきゃよかったんだよね、本当に。あれね、なんか実際本当に良くないものだったっていう
なんか、なんだっけ、死亡率が、死亡率がね、なんかすごい高いんだよ。8% だっけ死亡率。3% だか 8% 死ぬんだよね、あれ。うん。5回も打った。そう、なんかもうね、死亡率、そう。3% だか、3% だっけかな、なんか死亡率が 3% ぐらいあるって言ってたね。4回目でやめた。俺2回でやめてよかったよ。チケモロクに住んでないものだったから。3回でやめた。強制だったよね、あれね。え？だってあれ、医療従事者も結構打ってるから心配。ワクチン1人につき病院が2万円くらい入ってたんだ。ワクチン打たないと海外行けなかったけどね、昔はね。ちょっと1年前くらいか。会社で打てってね。特に、ね。8回打ってる人は余命半分くらい減ったかもな。そう、今おじいちゃんおばあちゃんたち8回目打ってんだってすごいよね、本当に。かかりつけの医者に打っても3回までにしろって言われた。なんかマジで、なんか医者が立ち上がってるみたいだよね。あのコロナのワクチンが悪いからもう打たないでくださいっつって。マジでなんか、ほんと世界的に見ると死亡率がめちゃくちゃ高いんだってね。そう。あれね。人口減らしたいのかな。なんだっけ、アメリカとかだとワクチンはもう打つなってなってんだよね。もうモデルナとか、ファイザーとかの、もうワクチンはもう死亡率が高いから、もう打つなみたいな。なってるんだけど、未だに打てって言ってるのは日本だけらしいよ、世界で。世界で今打てって言ってるのは日本だけなんだって、ワクチン。もうアメリカとかヨーロッパだとワクチンはもう打つなって言ってんだよね。そう。なんで今ね、違うんだよ。10年間、契約してるんだよ。日本が。ファイザー、モデルナと。2社と。10年間、確かね、ワクチンを、輸入し続けなきゃいけない。やっちまった。だから、もう全部ゴミになっちゃうんだよ。全部。有名芸能人もね。モデルナの工場を福島に建設したもんね。あれ、クソ意味わかんないよね、あれね。今、病院の先生も止めてる。だからもう、最初さ、こんなこと、ね、俺も、そうだったけどさ、ワクチンなんて打つなとか言ってた人たちが、あれが真実だったんだなっていう風になってるからね。ね、ワクチンを打つと死亡率が上がるとか、ワクチンを打つと良くないことが起こるみたいなので、昔さ、そんなことを言ってること、ね、やつじゃないだろうってみんな声を上げたんだけど、今ではもう医者までも止めてるっていう。なんだったら世界の皆さんが止めてるっていうね、ワクチン。ワクチンの経営者死神だよって。逆転したね。マジで逆転した。そう、打たないことを批判されてたんで、俺もそうだったけど、なんで打たねえのみたいな感じだったんだけど、逆に打ってる方が今被害が出てるっていうね。だからもともとファイザーのさ、副社長も言ってたじゃん、これ実は1回打つごとに5年間寿命縮まるんですよっつって、暴露してたじゃん、ファイザーの社長がね、元副社長が、暴露して、これ良くないもので、1回打つごとにもう5年間ぐらい寿命が縮まるんですよ、みたいな。亡くなった野球選手いたよね。だからあれも本当かもしれない、だから。一番最初に止めてたのはファイザーの社長だからね、もともと。ファイザーの副社長がもともと、このワクチンは良くないってリークして、で、会社もクビになったんだよ。リーク情報を出してね。で、クビになって、1回打つことに5年寿命が縮まるクソみたいな薬だみたいな。で、言って、クビになっちゃって、で、あいつはね、頭が土地狂ってるってずっと言われ続けてね、あの人ね。
でも実際それが本当にで、どん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 ワクチン打つごとに死亡率が上がっていくんだよ、ブワーッつって。実際数字で、数字で出てるからね、もう数字でしか信用できないじゃん人間なんて。もう数字上でワクチン打てば打つごとに人が死んでいくんだよ、こーっつって。毎回ねつってた。高校生も打ってたね。いや怖いですよ、怖いです、ワクチンって。ああワクチンは怖いよ。だからワクチンを打ったせいで熱が下がらなくなっちゃった人とかもいるらしいからね。しかもそれがさ、なんか日本で出てきたわけじゃなくて世界的に出てるからね。あのもう熱がずっと下がらないんだって。もうワクチンをなんか打って、その抗体反応みたいなの出ちゃって、アレルギーみたいな、そうなんかそのもう反応が出ちゃってアレルギーみたいなの出ちゃって、もうずっと熱下がんないみたいな、ずっと体がだるいみたいな、そう実際起こってるらしい。それが日本だけじゃなかったんだよねそれね。そう、最悪なんか歩行困難者とか出てるらしいからね。歩行困難者、拳ありがとうございます。どうやって免疫系の病気にかかるんだから、反応しちゃったんでしょ、だから、うん、病原菌と、だから病原菌がさ、もうあれってさ、ワクチンの仕組みってあん中にコロナワクチンがすごい弱いコロナワクコロナが入ってるんだよ。すごいコロナがね、弱いやつが入ってて、それを打つことによってコロナがさ、白血球が反応するわけじゃん。白血球がコロナが強くなるから、どんどん。でもそれがうまくできなくなっちゃって、そのもうずっと白血球が攻撃するとさ、熱が出るから、白血球が攻撃すればするほどね。だからもうずっと戦ってる状態になってるんだよ白血球が。だからそれがあの免疫で出ちゃってるんだよ。そうだからもう、ワクチン接種会場3回ワクチン打って、ワクチンの副作用が認定された。そうそう、インフルエンザも、あれインフルエンザのやつがさ、あれはもう確立されてるものじゃん、遺伝操作と聞いたワクチン。そうなんかあれだよ、なんだっけ、ね、コロナの弱いやつっていうか、あのその病原菌になりやすいところを抜くんだよ。疑似的な、遺伝子操作みたいなのがして、もうだからコロナの病原菌みたいなのを、何の毒もない、毒性がないコロナを打つんだよ、人間に。そう。で、それの免疫が、免疫ができるんだよ。免疫が。認定されるのも。新しいワクチン、ホラーじゃん。だから打っちゃダメなんだよ。だから、なんて言うんだろう。打っちゃダメなんだよ、やっぱり。何の治験もされてないようなワクチンって。証明されてるよね、だから。証明された。だってさ、すごかったもんね。SNS、Twitter とかさ、あと Facebook とかもさ、コロナがこれだけ悪いものなんだって、お医者さんの人が SNS 上げるじゃん。文字で消すからね。買われてんだろうね、Facebook とかも、当時は。Facebook とか、もう当時 Twitter っていうところは、お医者さんがね、研究出して、あ、パルちゃんだけだね、今のとこ、口座凍結。タマホーム、オラ、ナイス。こんばんは。そう。あんだけみんな最初はいいものだってなったんだけど、もう今ではもうお医者さんが全員止めてるっていう、コロナのワクチン。そう、コロナのワクチンは打っちゃダメだね、打っちゃダメ。一回でも打つと確かね、なんかギャンブル、おきちちしてみてできるわけないよね、おきちち。なんで映ってないのこれ、中村くん。中村くん、起きた。なんだよ。バトルだよ。なんだよ。バトルだよ。うわーとか言って。みんな、こいつにだけは絶対負けたくない。こいつにだけは。みんなお願い勝たせて。じゃあ、どうする負けたら。お便りを
オと中村来たよ。リオとパパだよ、パパだよ。アマボタンありがとう、パパだよ。よしみんな行くぞ。ちょ待って待って待って、とりあえず待って。負けたらどうする？え？負けたらどうする？ねもう誰、そういうのはルールを守ってからやって守ってないくせに言うなよ、守らないくせに。じゃあどうするんだって。じゃあいいからもう早くやろう。皆さんピトミだけはマジで応援しないでください。僕だけを応援してほしい。こいつお願いします。昨日ね有料アイテム2000個ぐらい飛んで調子乗ってるんで、こいつダメだよね。ババが勝たなきゃだよね。よろしくお願いします。えねちょっとなんかできなくなってよ、リクエスト。え、どうぞ。あ、できた。よーし、そう、謎のメダル、みっちゃんありがとう。お願いします。ナイス、みっちゃんお願いします。全力マジお願いします。みっさん、ニコプルさんありがとう、特命ちゃんありがとう。無料アイテムお願いします。ニコ大佐バンジョーハットナイス、バンジョー大切。声がでかいでちゃう。特命さんありがとう、コブチナイス。お歌めしさんもありがとう。特命さんもありがとう。ねねち分かったか、分かった。特命さんありがとう、ありがとうね。特命さんありがとう。特命さんこれ最後来るやつだよ、これ最後来るやつ、これ最後来るやつだよ。マボタンありがとう、ナイスマボタン。みんなここでさ、ちょっと攻め立てて、頼む。アイテムお願いします。頼む、みんなここ攻め立てて。アイテムが18個、ナイス。最後くれて、相手。特命さん、拳、ナイス。ナイス、特命さん、拳。ナイス、拳、ありがとう。最後くれて、こいつ。いつも最後くるからね。おでまる。腹としババア、マジで。おでまる？おでまあっちにいる。おでまるくん？おでまるあっちにいる。おでまるを。え？見せろ、おでまるを。匿名さん、ありがとう。なおくん、金目がナイス。リオト。みんな、あと3分。あと3分。匿名さん、ありがとう。みんな、拳お願いします。マボタンもありがとう。みんな、勝たせてくれたらおでまる見せます。勝たせてくれたらおでまる。勝たせないと見せない。勝たせてくれたらおでまる。勝たせてくれたらおでまる見せます。見せないんかい。拳。勝たせてくれたらおでまる見せます。よし、みんなマジ勝ちよ、マジで勝とう。勝たせてくれたらおでまる見せます。脇汗かいてきた。熱くなりすぎて脇汗かいてきた。うんちでしてるよ、おでまる。みんな無料アイテム拳お願いします。お願いします。頼む、りゅうちゃんありがとう、3個ナイス。頼む頼む、ありがとう。あと3分ラスト。わー、おやすみなさい、ごっこ一緒ありがとう。アイスってこれさ、ダメダメ。匿名タン、消毒時だけどまだダメだよ、寝たら。パワグロもナイス、ナイス、パワグロ。匿名タン、拳もナイス、ありがとう。匿名タン、拳ナイス。おでまる見えん、ありがとう。匿名タン、拳ナイス。みんな今、あ、かわいい、えぐー、かわいすぎなんだけど。ねえ、子犬使わないと勝てないやつ。10個、ナイス。中村のキーをバトルからさせろ。あと2分。え、かわいい。でも甘い線かな、あーちゃん。ありがとうございます。ありがとう、あーちゃん。え、かわいい。ねえ、リオット来て。リオット。ねえ、見て、かわいくない？ほら、なんかこのテッチワンちゃん買ったんだって。え、かわいくない？おでまるって言うんだって。おでまる。かわいくね。犬も愛人の、なんだこれ、なんだって？言って、あれそう。はーちゃんさん、サブありがとう。よし、あと1分、皆さん、あと1分。もう、ありがとう、匿名さん、ナイス。匿名さんもありがとう。ゆうとはちゃんと犬見て。ってやって、優しいやつやな。あ、たじみ、ナイス。匿名さんもありがとう。おばさん、かわいい。かわいいんです。みんな、お願いします。かわいいんです。やばい、あと1分、残り。ほ
い、ありがとう、特命タン。ナイス、神戸市ナイス。みんな、メールアイテムお願いします。立ち込み。100個ババグローブナイス、果汁に。ナイス、ありがとう。あと50秒。活動中村くんに。ありがとう、サブからホイ、ナイス、特命さん、ありがとう。ナオくん、ナイス。負けてる、やばい。おねまるにありがとう。ニッソでもよ。なおくん金目がナイス、特命さん拳ナイス、やばいぞ、来てるぞ、来てる。みんな最後だよ。ナイス。最後だよ。やっぱパマグロナイス。みんな最後だよ。マボタンありがとう。特命さんありがとう。最後だ。ああ、ちょっと待って。ナイス。なおくん豚ちゃん。コンチさんもありがとう、特命さん。ちょっと待って。ナイス。コージ、やばいって。最後、ここナイス。最後。ナイス、どか10個、ナイス。ファンタスティック。よっしゃ。神が来たー。ありがとう、特命さん。どかさんもナイス。かわいい。マジかわいい、ガチかわいい犬は。うん、俺丸はめっちゃかわちい。やったー、ウィン。よし、勝ったぜ。みんなでっかいありがとう。1点2ポイントつく。かわいい。うん。あ、まめちゃん、まみちゃんさんありがとう。見に行っちゃおっかな、まめちゃん。かわいい犬は。ほら、お前チューしたい。かわいい。お前チュー。ほんとかわいいんだけど。お前ならお前丸とチューできるよ、ほら。お前丸と今ならチューできるよ、ほら。ねえ、きれい。ガチキモいんだけど、マジで。さようなら。ありがとうございます。え、逆？嘘？俺のことは逆じゃないんだけど。あ、投げてきた。嘘？逆だった？こっちだと逆じゃないんだけどな。ファンタ来てた？え？何ファンタって。あ！ありがとうございます。ありがとうございます。グローブのね。グローブのファンタ、ありがとうございます。グローブファンタ。ありがとうございます。ブラックイエロー。タンじゃない。ブラックイエロー登録された。ブラックタンって聞いてたんだけど、ブラックイエローだったね。今頑張ったから来た当初よりも慣れたみたい。うん、家慣れしてるね。もう家慣れし始めてる。マジでちゃんと家慣れし始めてくれてるね。これでちょっと安心だね。あとはトイレトレーニングだ。毎日トイレトレーニング。何ヶ月？ 2ヶ月と何日？2ヶ月と14日だね。あともう少しでおでまる3ヶ月の記念日です。おでが昨日のイベラスで疲れてんだよ。もうその通り。その通り、めっちゃその通りです。山田さん入って。はい。よいしょ。
ていいよ。じゃあ、まあ、こんな感じでですね、配信終わりたいと思います。俺も終わりたいかな。ちょっと久しぶりにね、外ね散歩して気持ちよかった。でも久しぶりに外散歩してたりなんかしてたりしたら気持ちよかった。おやすみみんな、ありがとうね。おやすみ、それじゃあね、ありがとうみんな。